あと、今日いい記事見つけましたよね。あの、あれで。村光宇治アーマンの取材の記事で、えー、選手たちにアンケートみたいなと、10年後その選手たちが成長してるかどうかみたいな。それのアンケートで、いろんな項目のとこで、あれ、アンケートっていうか、身体能力テストとかそういうのやったけど、基本やっぱプロになるぐらいの選手だから、差がほとんど見られないみたいな。共通点が見えない,いなで。そこに村光宇治アーマンが、職業訓練試験みたいな。スポーツ選手にやるんじゃない、社会人にやるようなテストみたいなあるから、そっちもやらしたんだって。 そしたらもう可視化された能力があって、傾聴力と主張力だったっていう。傾聴する耳を傾けることと主張する、自分の,あの意見をアピールするっていうのは、相反するものじゃないかっていうふうに思われがちだけど、実際違うと。しっかり聞くっていうのは、相手のことをうの言ってることを鵜呑みにするってだけじゃなくて、聞いて自分の中の考えで咀嚼すると。ってなると、結果そこから出てくる意見っていうのは、え、ここってじゃあどういうことですかっていう。 で質問力にもなるし、それによって、あの、思考が研ぎ澄まされる。その傾聴して主張できるっていう人は、やっぱり残るっていうので、まあ、岡崎とかホンダとか。本当に、うちでもそうだなっていうのあるし、いい選手だなっていう人は、やっぱり、傾聴からの主張があるから、今話してたマサもそうだし、レンもそうだし、ね、ドキュメント最初出てくれた西大悟選手もそうだし。そう、だから、まあ、今後、いい選手の指標として、ペップが選手のボディーランゲージ見るっていうみたいに、しっかり話聞いてるかどうかみたいな。 で、それ、そこを聞いた上でどういう発言につながるかみたいなところって、もっと重要視する人が出てくるでしょうね。うちは結構それ大きいから、まあ当然いいプレーした上でだけど、あ、経営力と主力がバラエティの MC も必要だよ、ね。そう、だからバラエティの MC やる人ってさ、売れてる人たちじゃん。結局結果残す人ってはそうっていう。サッカー選手も言っちゃえば個人事業主だから、個人事業主がそれぞれのクラブ、組織と、 会社と契約してるって形だから、個人事業主が他との競争の中で生き残るっていう風になると、継承力と視聴力じゃん。で、芸人も個人事業主だからさ、一応事務所所属ってことにはなってるけど、その事務所の中で常に仕事もらえるわけじゃないから、そこで売れっ子がいて、売れてない子がいてっていうので、仕事の取り合いになるわけだから、あとそこで継承力、視聴力っていうのは重要な話になってくるんだよね。就活でも使えそうな考え方。うん。ただね、これが残酷なのが、 これ意識するだけでいける場所といけないところがあって、その意識していける人って自分に矢印向けられるから、あれなんだけど、そうじゃない人ってね、これ言ったところでできないというか、まあそれはね、生まれ持ったそれも才能って言ったら残酷な話だけどね。あ、あの時ね、村井さん、本田さんとは、そういう傾聴力の話だけど、そこに視聴力っていうのと、しっかりデータで、その結果出してる選手たちのところで共通点っていうので視聴力っていうのを出してきたから。なんで監督がこういうこと言ってるのかって、そもそも考えない選手多そうですよ、ね。たし、 考える以前の問題で、普通にめちゃくちゃ手前のことすら聞いてないってありますからね。あの、2018年のワールドカップでさ、西野さん、ね、かなんか飛ぶなっつってのに壁飛んでさ、コロンビアのは金テロにさ、フリーキック壁下決められた時とか。ま、あれは聞いててあれにしたかもしれないけど、でも、まあまあ、今の日本大会の話はまあ、事情聞いたら違うかもしれないけど、めちゃくちゃあるんですよ。セットプレイの約束を忘れるとか、スローインの約束を忘れるとか。何回も言ってよね、みたいな。でもそれって、 そういう能力って思うしかないのかもしれない。だから原則論っていうのがね、試合中に選手がフォーメーション考えて、相手のことを見てってそこまでできないから、その原則に乗っとると相手に対応するようになるみたいな、そういう考え方でサッカーはしてるんですけどね。あれは飛ばないと決めたけど、ゴールでこなさそうすぎて飛んでしまった人。ちょっと聞いてる聞いてない話とはずれちゃうけど、まあそのぐらい選手ってアドリブもしちゃうしね。でそのアドリブが、いいアドリブと悪いアドリブがあって、いいアドリブを選べる人がいい選手なんですよ。 でこれがよく言う選手の自由を許すのか許さないのかって簡単な話じゃなくて、ちゃんとルール分かった上で自由にやってんのか、ルール分かった上で枠を飛び越えるのか、ルールすら分かんないで枠飛び越えてんのか。で、やってきた選手でいい選手は、その枠の飛び出し方がうまいね。あ、これって応用やるところだなっていうのを気づくのがうまいっていう。 レオさんから見ていいアドリブができる選手。ああ、ペルナード・シューバーとか、今この状況だとそうするよねっていう。アトミアスとかもそうですかね。あとはまあ、型がない中で合理的なことやってるっていうのはモドリッチだから、多分戦術あるチーム行ってもモドリッチはうまいと思いますね、えー。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ロオソフトボでした。バイバイ。